歓声が聞こえる。私たちを呼ぶ声がする。あの日の後悔も、これまでの苦悩も、すべて飲み干して今日、ステージに立つ。ユキナさん!ユキナさん!来たー!ロゼリアの全国ツアー最終日!すごい!もうこんなに人が集まってる。なんだかすごい熱気だね。うん、ここにいるみんながライブを楽しみにしてるのが空気で伝わってくるっていうか。パッショネイトアンセム、私も聞きたい。私も私も開演が待ちきれないよ。気持ちはわかるけど落ち着けて。とりあえずみんなとの待ち合わせ場所探さねえと。そうだった、確か関係者受付のそばだよね。かすみ、こっちよ。あ、カカロン。もう他のバンドはみんな来てるよ。ポピパが最後。げ、マジか。遅刻したわけじゃないから大丈夫だよ。あのかすみさん、こんにちは。マシロちゃん、こんにちは。って、あれ、どうしてトウコちゃんの後ろに隠れてるの？なんかわかんないんですけど、さっきからずっと眩しい、緊張する、お腹痛いってだってこれだけすごい人たちが集まってると、私だけ場違いじゃないかなって思っちゃって。そんなことないよ。私、マシロちゃんとロゼリアのライブ見るの楽しみだもん。かすみさん、全国ツアーの最終日、どんなライブになるんだろう。あの雑誌、一応ロゼリアの実力を認めてるような内容でしたけど。表面的なことを並べたつまらない記事だったわ。全国ツアーが始まってからロゼリアの音がどう変わったか、具体的なことは何一つキャッチアップできてない。例えば福岡公演からは音の重さに焦点を当てたセッティングになっていたし、直近の名古屋公演ではバランスを考えた音作りをするようになってた。すごい、そんなにたくさん見に行ってるんだ。相当好きじゃん。別にラスのプロデューサーとして敵情視察に行っただけよ。勘違いしないで。怖い。ごめんね、ちょっと素直じゃないだけだから。っていうか、ランちゃんたちロゼリアとツーマンライブやったんだよね。見に行きたかったな。いや、あれは突然決まったライブだったし。ランが喧嘩売っちゃいまして、どっちかが倒れるまで殴り合うみたいな激アツ展開でしたな。ちょっとモカ、勝手なこと言わないでよ。でも本当にすごいライブでしたよ。ロゼリアとアフターグロウの音だけがぶつかり合い、純粋な熱がそこにあって。あの日のロゼリアは正直今までで一番熱いライブしてたと思う。場をあっという間に支配して、容赦なく音で突き刺してくるみたいな。それを涼しい顔でやってのけるから嫌になるわ。きっと今日のライブもそう。圧倒的な音のパワーで見るもの全てを魅了する。私たちがどれだけ想像してもロゼリアの音はそれを軽々と飛び越えていく気がするね。なあ、ほんと、どんな音になるんだろう。楽しみだね。
ユキナさん、ユキナさん。時間ですよ。さあ、行きましょう。ええ。前回のライブの反省はこんなところね。次はツアー最終公演の話をしましょう。わあ、ついに全国ツアーも残りあと1回か。あっという間だったよね。ついこの間ツアー初日だとか言ってたのに。ツアーが始まった場所でツアーを終えるというのはなんだか感慨深いですね。でもきっと初日とは全く違うライブになると思います。だね。ツアー中に超パワーアップしてるから、最終公演は超伝説級のライブにしちゃうよ。そういえば、はるみさん、ツアー最終公演の前に改めて話すことがあると言ってましたよね。レーベル？それって事務所のスタッフさんとは違うんだっけ？宇田川さん、レーベルの方とはデビュー前に会ったでしょ？見に来るっていうことは、もしかして新しいアルバムを作るってこと？新しいアルバム？やったー！アコ超超楽しみ！なるほど。ここでいい結果を出さなければツアー以降の活動にも影響がありそうですね。最終公演、最高のライブにしたいですね。今後のこともありますが、全国ツアーの集大成ですから。全国ツアーの集大成、確かにそうね。全国を回ったロゼリアの力を見せるようなライブにしたいよね。アコは超超かっこいい凱旋ライブにしたいです。ロゼリアがバーンしたら会場中がドーンってなるようなやつ、想像したらすっごくやる気出てきました。この打ち合わせが終わったら早速練習しませんか？ダメ、今日は打ち合わせの後練習しないってみんなで決めたじゃん。休める時に休まないとって。そっか、早く演奏したくなっちゃって。今日は予定通り最終公演に向けた話し合いに集中しましょう。ライブの方向性は見えてきたので、セットリストの話をしましょうか。そうですね。ツアーの集大成を見せるなら、セットリストは変えない方がいいんじゃないでしょうか。確かに、同じセトリの方がこれぞ集大成だっていうのを見せやすいし、私はリンコに賛成かな。私もです。ロゼリアらしく有終の美を飾るライブにしましょう。うん、いろいろあった全国ツアーだけど、私たちらしくロゼリアらしく終わらせよう。ユキナ、何か気になることある？いえ、何か足りない気がして。何か足りないというのは？ロゼリアらしく有終の美を飾るライブにすべき。それだけで本当にいいのかしら。ツアーで続けてきたことをないがしろにするつもりはない。でもロゼリアのライブが変わろうとしているとツアーの間ずっと感じていた。それも無視したくないわ。少しわかるような気がします。今まで私たちは
最高の形でロゼリアの音楽を奏でることに集中してきました。けれど今は音楽を届ける相手を見ている。受け取り方や楽しみ方も違うお客さんと一緒にライブをしているというか。ええ、だからこそ毎回同じライブなんて一つもなかった。うまく言えないけれど、この感覚を大切にしたいの。観客と私たちの間には確かに新しい何かがある。それはまだ小さくて曖昧で、そう、まるで種のようなもの。ツアーで見つけたこの種は、私たちが観客と向き合うことで成長し芽吹こうとしている。だから私はもっと観客と向き合いたい。この種が何なのか観客に語りかけるような、お互いに語り合うようなライブをしてみたい。語り合うようなライブ？それはロゼリアらしいライブにはしないということですか？そういうことではないわ。ただそうしたいと思ったの。でしたら、したいという感情だけで決めるのではなく、もう少し慎重に考えた方がいいと思います。何かに挑戦するなら相応の理由が必要かと。多くのスタッフさんが関わって、ロゼリアの今後にも影響するライブなのですから。そうだね、私も結構難しいと思う。今回は特にロゼリアらしく全国ツアーの有終の美を飾ろうってライブなわけだし。あの、アコはやってみたいです。お客さんと語り合うようなライブ、今のロゼリアにすっごく大切なことだと思う。うまく言えないけど、ユキナさんが言う種を咲かせたら、きっと超超綺麗な花が咲くと思うんです。難しいって諦めないで、みんなでやってみませんか？アコ、ありがとう。でもサヨたちの言うことも正しいわ。するべきことをしてこそプロとしての責任を果たせる。今回の私たちがすべきはツアーの有終の美を飾ること。今の話は一度置いておきましょう。次の練習までにセットリストの見直しが必要か、それぞれ考えてきてちょうだい。オッケー、それじゃあ今日はこれで解散ってことで。はい。やったー、限定クエストクリア。やっぱリンリンとアコは最強コンビだよ。すごい、こんなに早くクリアできるなんて。前回のメインクエストで超レベルアップしたおかげかな。それもあるけど、アコちゃんの気迫が違ったよ。使えるアイテムやスキル全部使い切る勢いだったし。当たり前だよ、今日絶対クリアしたいって思ってたから。そういう気持ち大事だよね。うん、ライブのこともこんな風に進めばいいのに。え？アコたち事務所に入ってプロになったけど、そんなに変わらなきゃいけないのかなって思ったんだ。持ってるアイテムもスキルも全部使って全力で挑む、それがロゼリアでしょ。たくさんの人が関わってるからしたいライブができないとか、そういうのなんかモヤモヤする。本当は、はるみさんやスタッフのみんな、それにレーベルの人たちだって、デバフになるようなものじゃないじゃん。本当は、アコたちを支えてくれる、超、超強力なバフのはずだもん。アコちゃん。アコはしたいな。お客さんと語り合うようなライブ。瀬戸り、前回と同じでやろうって言ってたけど、なかなか決められないね。アンコールくらいは変えたい気もするし、ロゼリアらしく終わりたいって気持ちと、私たちの進化を見せたい気持ちがごちゃ混ぜになって、私たちがするべきライブって結局どんななんだろう。
古本。ちなみにユキナはどう思う？ん？何か言ったかしら。もう今絶対聞いてないと思った。ごめんなさい、最終公演のことを考えていたの。私もその話してたんですけど、やっぱりユキナは観客と語り合うライブがしたいんだよね。そうね、したい気持ちはある。ただ全国ツアーの最終公演でやるべきことではないというリサたちの主張も当然だと思うわ。それなんだけどさ、私もやっぱりちょっと悩んでて。そうなの？うん、だから瀬取りは今のままで行こうって言い切れないんだと思う。頭ではプロとしてやるべきことは分かってるんだよ。でも考えれば考えるほど、ユキナの言う種を無視していいのかなって。ん？子供の声？楽しそうな歌声ね。だけど、なんて曲だろう。さあ、もしかしたらあの子たちが作った曲かもしれないわ。そうかも。あの子たちも将来バンド始めちゃったりして。ねえ、私たちもあんな風に見えてたのかな。あんな風に？ほら、私とユキナとユキナのお父さんの3人でセッションした時。うん、大好き。そうかもしれないわね。セッションしてるといつもあっという間に夕方になってたよね。ユキナのお父さんがそろそろ帰ろうかって言っても、この曲が終わったらってなかなか聞かなくてさ。ええ、この曲が終わったらを数えきれないほど繰り返していたわ。終わる終わる詐欺もひどかったよね。でもそれくらい夢中だった。さっきまで難しい話をしてたけどさ、私たちが音楽をする理由って変わらないよね。この公演から始まってバンドを始めて、フューチャーワールドフェスに出て、メジャーデビューして、全国をツアーで回って、遠くまで来ちゃったような気もするけど、結局理由は変わらないんだよ。リサ、あれ、あそこにいるのユキナ先輩じゃない？あ、ほんとだ、リサ姉もいる。おーい、ユキナさん、リサ姉。アコに富山さん。アコにカスミ、二人でいるなんて珍しい組み合わせじゃん。お使いの途中でたまたま会ったんです。学校でのあっちゃんの話とか全国ツアーの話を聞いてたんです。それでツアー最終日、ガールズバンドパーティーのみんなも誘うからねって話になって、ユキナさん、アコたちのかっこいいとこ見せちゃいましょう。ええ、期待を裏切らないライブにするわ。楽しみです。富山さん、あなたはどんなライブをすべきか迷ったことはある？ん？どんなライブを？ないと思います。え、ないの？一回も？はい。富山さんらしいわね。あなたたちはどんな時も迷わない。いえ、そんなことないです。迷うことも悩むこともたくさんあります。でもどんなライブをすべきかは考えたことないなって。悩むのはしたいライブがあるのにどうすればできるのかがわからないときかな。すべきではなく、したい、したいライブがあるのに方法がわからなかったとき、富山さんはどうしたの？思いついたこと全部やりきりました。配信ライブに挑戦したとき、
画面の向こうにライブの熱を届けるには何をすればいいんだろうってすごく難しくて、答えがわからないから思いつくことは全部試して、とにかく何度も挑戦して、そうやって諦めなかったからしたいライブができました。すごいなあ、かすみたちは。正解がわからなくてもそこまで突き進めるなんて。いひひ、そうですかね。でもきっと頑張る理由なんてみんな一緒じゃないですか。その方がいいって、その方がもっとキラキラドキドキするって信じてるから。あ、お母さんが晩ご飯作れないって言ってる。すみません、お話の途中ですけど。私、ええ、引き止めてごめんなさい。それとありがとう。はい、それじゃあライブ楽しみにしてます。キラキラドキドキするからか。ポッピンパーティーはただ心に従ってがむしゃらに音楽と向き合っているのね。ロゼリアだってそうですよ。アコが知ってるかっこいいロゼリアはそう。ユキナさん、リサネ、アコたちもキラキラドキドキするライブしましょう。え、私たちもキラキラドキドキ？キラキラドキドキっていうか、これがロゼリアだってアコたちが信じられるライブ。攻略の仕方も必要なアイテムもわからない。でも持ってるもの全部使って全力で挑む方がずっとロゼリアらしいよ。アコたちが本気なら大勢のスタッフさんも味方になってくれるはずだよ。それこそ超強力なバフになるくらい。強力なバフにか。うん、なんかストンと落ちたよ。私たちの選択見えてきたんじゃない？ユキナ、リサ、アコ、私の周りにはただ音楽の可能性を信じてまっすぐ挑んでいく人ばかりね。できるできないじゃない、信じる者のために無謀なほど全力を出し切って、この燃えるような夕日が似合う。彼女もそうだった。ユキナさん、自分の正直な気持ちがようやく見えたわ。いえ、吹っ切れたという方が正しいかしら。それじゃあ、これから忙しくなるわよ、二人とも。新たな目標を掲げ、やりきることこそがロゼリアらしさ。確かにそうですね。プロとしての責任なんて言葉を盾にして新たな挑戦から逃げていたのかもしれません。私もそう、このツアーをきれいに終わらせることばかり考えていたわ。有終の美を飾るライブにすべき、そうしなければいけない、そんな風に自分を縛りつけていた。でも振り返ってみれば、このツアーは綺麗なものばかりではなかった。確かに、そうですね。悔いが残ったライブもありました。あの日から私たち、あがき続けて。ええ、何かを得ようと必死でした。だからこそ無理なスケジュールで、ツーマンライブの申し出も受けて。このツアー、綺麗なだけで終わらせたくない。私は優秀の美の枠に収まる利口なロゼリアより、挑戦を選び全てをかけるロゼリアでありたいわ。それが道なき道を切り開くということなんでしょうね。今の話を聞いて覚悟が決まりました。失うことばかり考えていては前に進めませんから。そうですね、私もかけたいです、ロゼリアの新たな挑戦に。それじゃあ決まりだね。やりましょう、ユキナさん。みんなありがとう。お礼を言うには早すぎますよ。やることは山積みです。セットリストも変えるわけだし、実際に通して確認してからスタッフさんに相談して。うわ、全然時間足りなくない？明日までに私たちでセットリストを決めて
打ち合わせに持ち込まなければ間に合いませんね。今日はスタジオに泊まるつもりでやらないと。ロゼリアの緊急合宿？なんかかっこいい。そんなこと言ってられないわよ。ここから当日まで寝食以外は全て準備に当てる。みんな覚悟はいいわね。はい。止めて。ラストまでの4曲やっぱり噛み合ってないわ。もう一度曲順を考えたい。ラストに向かう勢いを考えると曲順はこれがイメージに近いんだけどな。でもここで勢いが途切れるのが気になりますね。となると、あ、この曲が終わったらすぐドラムでつなぐのはどうですか。例えばこんな感じで。確かにいけるかもしれない。一度試してみましょう。前の曲のラストサビ前から行くわよ。はい。それからリンコ、前の曲の最後だけれど。ありがとう、はるみさん。でも大丈夫だよ。本当に大丈夫。形になるまであともう一息ですよね、ゆきなさん。ねえ、霧のいいところまで続けたいわ。曲順が決まれば、あとは頭から通して確認するだけよ。それじゃあもう一度、行くわよ。これで一通りできそうね。休憩にしましょう。実はもう結構限界だったんだよね。最後目の前が暗くなって。無理もないわ、もう8時だもの。せめて何か食べないと。でも食べるものないですし、買い出しに行く体力も残ってないですよ。あ、はるみさん、本当ナイスタイミング。オアシスだ。砂漠の中のオアシス。ありがとうございます。ん？朝ご飯？もしかして8時って朝の8時？アコたち徹夜したってこと？ずっと事務所にいてくれたんだよね。付き合わせちゃって本当にごめんね。ここまで追い込んだのはいつ以来かしら。そうですね、さすがにこのレベルはなかったような。そうよね。でも楽しいわ。わかります。ライブのイメージがブワーって湧いてきて、どんどん腕が軽くなる感じ。音を重ねるたび、やってみたいことがたくさん浮かんで、また練習して、その繰り返しがなんだか楽しくて。わかるな。なんか演奏する手が止まんなかったもん。知らないうちに日が暮れて、また日が昇っても気づかないなんて、私たちどうしようもなく音楽が好きなんだわ。
ええ、そうなんだと思います。うん、そうじゃなきゃこんな無茶しようなんて。あっアコタイミング、ごめんなさい、すっごくいい話してるから我慢してたんだよ。なっちゃダメ、なっちゃダメって。みんなで朝ごはん食べましょう。ここで食べるのは良くないわ。スタジオの外のテーブルに移動しましょう。はーい。ちょっとアコ、大丈夫？大丈夫。なんか足に力が入らなくて。もうこれくらいで転ぶようじゃライブなんて。あ、ユキナさん、どうしたんですか？膝が笑って立てないわ。ちょっとユキナさんだって人のこと言えないじゃないですか。私は平気だと思ったのよ。うわ、ねえ鏡見て、私たちボロボロすぎじゃない？本当だ、クマまでくっきり。アコたち超かっこ悪。本当にひどい顔。仕方ないことではあるけれど、これはさすがに。こんなんじゃ恥ずかしくて外歩けないって。こんな日だってあるわよ、音楽を続けている限り。大丈夫です。これでお願いします。次、全体リハーサルに移る前に、リンコ、今日もお願い。はい。今日の私たちがすることは決まっている。会場にあるすべての音に、声に集中すること。最後にこのアクセサリーをつけて。うん、できたよ。ありがとう、リンリン。今井さん、さっきから落ち着かない様子ね。リサ姉、もしかして緊張？え？そんなことあるんだよね。いや、最近ライブ前に緊張することなんてなかったんだけどな。大丈夫ですか？うん、大丈夫。深呼吸とかすれば少しは落ち着くし、それに5人でステージに上がればきっと。心がないでいる。余計な音は何も聞こえない。真っ黒な静寂。道なき道を切り開く中で見つけた種。今日を歌う私たちが今日のあなたと咲かせる大切な花。私はその花の名前が知りたい。遠くで歓声が聞こえる。私たちを呼ぶ声がする。あの日の後悔も、これまでの苦悩も、すべて飲み干して今日、ステージに立つ。だから、見せてほしい。ほころぶ花々と、その先にある景色を。ユキナさん！ユキナさん！時間ですよ。さあ、行きましょう。ええ、はい、よろしくお願いします。
リサ、準備はいい？うん、バッチリ。はるみさん、ライブはこれからです。今日の私たちのライブ、しっかり見ていてください。ありがとうございます。見守ってもらえたら、とても心強いです。私たちは5人でロゼリア。けれど、5人だけではこの先の道は切り開けない。今日のロゼリアがすることは、みんな、わかっているわね。はい！行くわよ。こんばんは、ロゼリアです。今日は必ず特別な夜になる。あなたたちも共に行くわ。ミノトさんはフロアに呼びかけた。おかしい、こんなのミナとユキナらしくない。あんたたちはいつもおすまし顔で自分たち以外は視界に入れないバンドだった。なのに、やっば、何これ、秒で宇宙一の熱気じゃん。透き通った熱い歌声、会場中が青く燃えてるみたい。お姉ちゃん、今日すごいの。すごい、音に吹き飛ばされちゃいそう。でも、なんだろう、あの日の突き刺すような音とは全然違う。参ったな、こんな演奏されたら私も。すごい、すごい、すごい。こんなロゼリアのライブ、初めて。会場中がキラキラして、私、どうしようもなくドキドキしてる。この音楽と一緒にどこまで行けるんだろう。すごい、手拍子と歓声がずっと止まらない。曲をやるごとにどんどん引き込まれていくね。まるで世界にロゼリアと私たちしかいないみたい。でも、もう何曲続けてやってるんだろう。絶対みんな苦しいはずなのに。指先が燃えるように熱い。それでもこのままずっと弾き続けたい。だって今日はみんな楽しそうな顔してる。嬉しいな。私もとっても楽しい。寄せては返すペンライトの波、会場中の思いがぶつかって交わるみたいで、すごく綺麗。ねえユキナ、綺麗になんて終わらせたくないって言ってたけど、私たち今こんなに綺麗な景色を見れてるよ。はぁ、次が最後の曲。私も同じ気持ちよ。この時間がずっと続けばと、そう思ってしまう。でも、今日は来てくれてありがとう。あなたと奏でた音は、私たちの中で輝き続ける。必ずまた、会いに来るわ。
たい。すごい盛り上がりね。手拍子したり踊ったり思いっきり叫んだり、みんなとっても楽しそうだわ。ちゃんと聞こえる。ちゃんと届いてるよ。切り開く道の途中でアコたちが見つけた種、つぼみが大きく膨らんで今にもはち切れそうなくらい。ロゼリアで音楽をするようになってから大切なものがいっぱい見つかったよ。アコだけのかっこいいもたくさんの人と作るライブにね。悔しさも後悔も楽しさも全部音楽が出会わせてくれた。きっと会場にいるみんなそれぞれにそういう物語があるんだよね。みんなの大切な物語が、思いが花開いていく。大きく、もっと大きく。今日は本当に楽しいライブだわ。会場中が私たちの音で満たされている。5人だけじゃない、多くの私たちの音、全ての音が教えてくれる。大きく咲き誇るこの花に気取った特別な名前なんてないとね。え、私の歌は、ロゼリアの音楽はどう？あなたもきっと。かすみ、お前泣いてるのか？ほら、タオル。あれ、どうしてだろう。私今すっごく幸せで、すっごく楽しいのに、いろんな気持ちがぐちゃぐちゃになって胸が苦しくて、あったかいんだ。港さんの歌すごい。ロゼリアが、ミナとユキナがこんな歌を歌うなんて。チュチュ、しっかり聞こう。これが最後の曲だから。本当にも、高みだけを見てればいいって言ったのに、こんな歌を歌うなんて。これが今のミナとユキナの歌なんだ。もうすぐこの曲が、このツアーが終わってしまう。終わってほしくない。終わらせたくない。でも今日が終わったら、明日からまた新しい道を切り開いて、新しい景色と出会っていくんだよね。この先もきっと数えきれないくらいたくさんの音と出会って、アコも、ロゼリアも、ライブも進化し続ける。音楽ってすごい。音楽って楽しい。みんなが言った通りだね。想像なんて軽々と飛び越えてくよ。同じライブなんて、同じ日なんて絶対にない。今日のライブで生まれたキラキラドキドキは、今日じゃなきゃ出会えないんだよね。だから私たちはバンドをやってるんだ。だから私は音楽が